え、こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、聞くだけでジャズが上手くなる楽曲解説ということで,ですね。まあ、こういうのはリスナーでもそうですけど、こういう知識を知ってると聞くのも面白くなる。まあ、これで聞くのが辛くなるっていう人もいますから、えー、これはもうそういう方はもうあの、 ここでもチってきていただければいいかなと思いますが、えー、こういう知識があることによって演奏してる時もですね、あ、こういうアプローチをしてくるから一番こうしようっていうのを、まあ、こういうのを知ってるか知ってないかだけで全然違うんですね。なので、えー、今日はいつかおじさん漫画、えー、ビル・オ・エヴァンスがモントルジャズ・フェス・ベッティバルでやってるバージョンっていうのは結構有名なんですよね。これは覚えておきましょう。では始めていきますね。はい。 これ、あの、モントルフェスティバル68年のやつですね。えー、アット、モントルジャズフェスティバル、えー、サムデマ、あの、ビル・エヴァンスっていうふうに調べてもらうと、この時ですね、普通はマイリゴメスで、 えっと、ドラムはまあいろいろマーティン・モレードだったりした時期だと思うんですけど、あの、この時だけドラマまあこの頃ドラムがいろいろ変わってたんで、ジャック・ディジョネットが起用されてますね。68年の頃に彼はいろんなね、自分のアルバム作ったり、マイルスのバンド入ったりとかしてますから、えー、まあこの辺のもすごくこう有名になった、こうガツって上がった時期だったと思うんですね。で、3拍子と4拍子をワンコーラスずつやってるんですね。これが結構面白いってことですね。 3拍子と4拍子の切り替えって2種類あるんで、その解説をしていきたいと思います。えっと、曲は A, B, A, C 構成。メロディーがね、タン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 ララーっていうメロディーがあったとして、えもうこれキー僕絶対音感ないですから適当にやってますけど、えー、A, B, A, C で、えー、っと、そのメロディーがあっ、えー、タンタン,タ,ンタララーっていうのが B で、またタンタララーラララ。 タララリーラ、タララリーラっていうのが C ですね。要は、要は、同じメロディを、最初に出てきた A を、メロディを A として、次違うのが出てきた B にする。で、また同じのが戻ってくると A にして、で、最後また違うから C っていう形のメロディですね。で、前のさイントロに、えー、イントロ感想エンディングにペダルを使ってます。ペダルっていう、ペンピンプ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 ンって、キーが B フラットで F の音、要は、えー、 ドミナントペダルっていうやつなんですけど、えー、まあ専門的に言うと、ベースがずっと同じ音を弾いてて、メロディーとかコードが変わっていくっていう手法を使ってイントロ、関西エンディングをやってます。この手法も覚えとかなきゃいけないです。バンソンライブでは3拍子と4拍子を1コラスずつ切り替えてるんですが、3拍子と4拍子はですね、1、2、3、1、2、3、1、2、1、2、ー、スリー、ワン、ツー、1小節の長さが一緒で、3と4で分かれてる、要はこの、 3と4が違うっていう形でやるパイと、ワン、ツー、スー、ワン、ツー、スー、ワン、ツー、ー、フォー、ワン、ツー、ー、フォーと、この一拍ずつの長さは変わらずに、だから、4拍子になると、拍が一拍増えるっていうふうに考える。こっちを使ってますね。で、こう、まあ、メロディーはその、ンンララン、ディラララララここまでがいいね。ラララっていうやつね。ここがー で、また戻って、タんたンたタララ、らララニラララ、タラらララ,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 ララニーラ,ラニ、ララニっていう、こ,うこのメロディーね、ここが C っていうふうに考えるんですね。で、マイルスはペダルっていうのを、このこの前にくっつけて、で、AB、AC ってやったらまたペダルに行ったりして、これね、AB やったらペダル行ったり、AC やったらペダル行ったりとか、いろいろしてるんですが、ペダルの部分で長いことソロをしたりとかしてます。 ね、これもちょっと聞いてみたい,いただければいいかなと思います。マイブスのサムデイ・マイプリス・ウール・カムっていうアルバムに入ってますからね。結構長くやってる。コルトレーンのとかめちゃくちゃエグいソロを取ってますからね。でも意外と普通にラーメン屋さんとかね、そういった方も全然かかってますからね。まあでもちっちゃく聞くと、ちょっと音量落として聞くとどんなにエグい音を使っててもジャズってすごくこう大人っぽくかっこよく聞こえますからね。はい。エヴァンスは4分の3拍子が、えー、っと、こう A、B、AC やったら、そしたら4分の4拍子に切り替える。 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3って来て、1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4って聞きます。はい。こういう構成になっています。で、3と4の境界をぼやかす。要は、切り替わりましたよーって感じじゃなくて、いつの間にか切り替わってる。これね、まあ、エヴァンスはいなかったんですけど、ゴメスのバンドで、えー、っと、フルートがジェレミス・タイグね、あの、要はベル、ベレエヴァンスバンドの時の、まあ、えー、っと、結構メンバーで来ててですね、その時の、 こ,こ,この曲や,っぱやってて、で僕知らんと普通にボーンって聞いてたら先輩が「これあのモントロのやつやってるね」で、えどういうことですか?」って3と4切り替わって「お前わかんないドラマーなのに」って言われたことがありましてものすごく自然すぎてねわかんないですねだから要はこの「タリーララララ,ラ」っていうのと「ターティータタタタ,タ」 こうね、4拍子に変わる。要は、こう、ちょっと歌い方、ここのを間延びさせればね、全然あんまり変わらないじゃないですか。で、ここの3拍子の時に、たーらーた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 ーんたー,んたーんってやると、まあ、4拍子のこの、なんかこ、これはワン、ツー、スリーだけど、ワン、ツー、ワン、ツー、これはワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーだから、ここがやっぱりこう、同じ音化に近くなるという形にしてあってですね、こうやってこう、 えー、2拍子とか4拍子を使うことによって、3拍子やってるのか4拍子やってるのか分かんなくするっていうね。で、切り替わるとき、4拍子に切り替わるときに、1,2,3,1,2,3,1,2,3,4だと、なんかバレちゃうから、1,2,1,2,1,2,1,2,3,4 1, 2, って入ると、ここの区切れ目がなんかこう、カツってならないっていうか、なんかこう、ぼやかされちゃうみたいなね。 だから4拍子から3拍子に行くときも、ワン、ツー、スリー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 ってやると、3拍フレーズでごまかされてしまうみたいな。こういうことをすごくよくやってるんです。だからこういうやり方をすごく僕も覚えましたね、この曲はね。セッションで一時期この曲をこういうやり方でやろうってって、一時期やっててみんなで玉砕しまくってましたけど、まあ、玉砕するためにやるんでいいんですけど、あの、 うまくいったやつはイエーイっていう感じですけどね。うまくいかないやつの方がほとんどですからね。えー、ベースとドラムがうまくいってなかったら上はどうしようもないみたいな。まあでもそんなんでもまあみんなでへたっぴながらもいろいろやってましたけど楽しかったですね。はい。1968年の演奏なのに今聞いても全然新しい。要はまあ、こう、音楽をこう積み上げていく上でもかなり上のことやってるんで、こう、 今聞いても発想もすげえなと思うし、なんか何もかもが新しいって感じがしますね。だからサウンド感はちょっと古く聞こえるのかもしれないですけど、でも、 なんかこの辺の演奏だと今聴いても新しいサウンド感に聞こえるんじゃないかなで。エヴァンスっていうのはもうこういうリズム的なものとかハーモニー的なものに対してもうチャレンジをいっぱいしてて、もっともっと人と違うことができないか、もっとこういうことができるんじゃないかなっていうことをすごいチャレンジしてる時期なので、まあ、こういう発想なんですよっていうお話ですね。まあ、変拍子みたいな感じ。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スー、フォー、ワン、ツー、スー、フォー。つまにかこう、切り替わって、頭が切り替わってるとかね。 変拍子だと一小節ごと切り替わるんだけど、コーラスごとに切り替わるって感じですね。だからドラムソロも4拍子で8バースやって、3拍子で8バースやって元に戻ってます。それのまた解説はまたしたいと思いますので、楽しみにしておいてください。では本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。